伊東市では魚を開く速さを競う干物開き日本一大会が今日行われました。3、2、1スタート。この大会は伊豆の特産品を PR する伊東温泉めちゃくちゃ市の恒例イベントです。大会には伊東市内の腕自慢8人の職人が集結し、アジ、キンメ、エボダイを干物用にいかに早くきれいにさばくか競い合いました。プロの鮮やかな包丁さばきに観光客たちの目は釘付けに。激闘の末、干物業者に勤める中国出身のウーランチョウさんが優勝しました。皆さん早すぎてもうどんどん減っていくのが見てておおと思いました。無料で名物の干物を食べるスペースもある伊東温泉めちゃくちゃ市は明日も開催する予定です。